曲目2曲目阿部真央さんのカバー「レッドライン」と「どこ行った」っていう曲です。いやなんか、いやうちらの前の2バンドがちょっと JK バンドだったんで、なんか違う意味でパワフルにちょっとぶつけてみました。なんかフォローください。まあ、MC 慣れてないんで、はい、まあ、今の曲がコピー2曲なんですけど、このあと半分、残りの2曲は郷士のオリジナルなんで、よかったらさっきの2曲よりは耳を傾けて聴いていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。じゃあ次3曲目、作詞作曲、あ、カズヤさんです。カズヤさん、カズヤさん、カズミンです。カズミン、そう、次の曲は作詞作曲カズヤさんで、元気がもらえる曲、なんかダハしようみたいな、はい、すいません、聞いてください自分ね。
ます。早いもので残り1曲です。さっきみたいなふーとかください。えーとか。ありがとうございます。で、今日ぶっぱCD を5枚だけ持ってきてて、あちらのドリンクの横で物販ね、はい、1枚200円で、今日はセットリストに入ってない2曲、トークアウトとありがとうっていう曲が入ってます。1枚200円なので、もしゴーシュの曲もっと他に聴きたいって思ったら、ぜひご購入検討していただけるとありがたいです。お願いします。で、さっきみことちゃんが告知してくれたんですけど、2月の15日にまたここ長山 M スタジオでライブに出させていただくことになりました。一応その時はオリジナル、全部オリジナルで頑張ろうかなと思っております。なのでぜひ予定を空けていらしていただけたらと思います。さっきリアライフのゆうやさんに、ゆうやくんだっけ、ゆうやくんに、なんかカズミンコミュ障発揮しすぎじゃないって言われたぐらい、本当人と目を合わせるのがちょっと苦手なので。なのでまあライブ終わった後とか、なんか話しかけていただけたら話せる、それはあります。話しかけられ待ちなんで。話しかけます。ありがとうございます。お願いします。泣きそう。そうで、次の最後の曲、最近できたばっかりで、これまた新曲、これも、はい、和也さん作詞作曲で、曲名はスイートピー、かわいい。聖子ちゃんじゃない、違う。はい、ちょっと和む系な、なんかかわいい曲ですね。ぜひ覚えていただけたら、カズヤさんが、はい、カズヤさんスイートピーです。最低、はい、最低ルーで。で、今日センター試験らしいんで、今日来れない人のね、花が咲くように、違う意味だけど、ぜひ聞いて覚えていただけたらと思います。スイートピー。